さあ後半アディショナルタイム、若手に代わって三浦が出場します。三浦和義75歳、最年長出場更新です。華麗なトラップからボールを戻します。三浦和、ベテランらしく落ち着いたプレーをしています。和、強烈なシュート、惜しくも外れました。いやー惜しかったですね。さあコーナーキックです。これならゴールに近いのでチャンスあります。カズ、華麗なステップで敵を惑わせます。ゴールに触れさえすればその時点で最年長ヘディング更新です。いいボールが来た。